皆様こんばんは。キャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト MC のなるみなのかです。こちらの番組はアニメキャラクター辞典キャラペディアがお送りするアニメファンのアニメファンによるアニメファンのための番組です。キャラペディックナイト本編は毎週木曜21時35分よりお送りさせていただきますが、21時からは有料会員限定の番組をお送りしております。毎月第1木曜21時からはキャラペティックナイト CVS キャラクターボイススペシャルと題しまして、毎回一人の声優さんをピックアップしてのトーク番組をお届けいたします。その他の週の放送内容はこちらの放送予定をご覧ください。会員登録していただきますと今週放送分もタイムシフトでご覧いただくことができますので、ぜひこの機会にチャンネル会員へご登録ください。登録および視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして、まずは今週のニュースから。世界コスプレサミットを運営する株式会社 WCS よりオタク系雑学クイズアプリオタクジャッジがリリースされました。こちらのアプリは日本の漫画、アニメ、ゲーム、特撮、コスプレの知識を競い合うもの。ユーザーが問題の作成に参加することもでき、クイズクリエイターとして登録することもできるそうです。皆さんもぜひチャレンジされてみてください。ということで最初のニュースをお届けいたしましたが、こちらについて皆様はどのようにお考えでしょうか。皆様からのご意見ご感想コメントにてお待ちしております。ではここでコメンテーターをご紹介いたします。アニメやゲームに精通し、ライターや講師もされておりますアニゲオッチャー斉藤祐介さんです。はい、どうもこんばんは、斉藤祐介でございます。これいいっすよね。まだやってないんですけど、まだインストールしてないんですけど、これなんか入れてさ、あれじゃないですか、あの5週目ある時とかやってもいいかもね。あーそうです、そういう配信とか OK っぽいですよ。あ、そうなんですね。OK っぽい。まあ、じゃあ、ちゃんとネタバレありって書いておかないと、ほらクイズの答え分かっちゃうから。そうです ね、その、個人本当になんかちゃんとクイズ楽しみたいよって人もいるかもしれませんけど、まあネタバレありって書いておいて、まあクイズの答え 見ちゃっても別に、あでも問題数すごい多いっぽいしかるし、あとそのユーザーがクイズを足していける、で、その足していく中で、その要はこれ違いますよってあったら、その指摘で直すとか、そういうシステムもついてるらしいんで、配信中にクイズ作ってみるってのも楽しいかもしれない、ね、いいかもしれない。みんなで作ってみましょうか、答えるのとクイズ作るのと両方やってみたいなのも。でそのクリエイター側のランキング、いいクイズを作ると、はい、そのこのそのユーザーさんはいいクイズをたくさん作ってますみたいなランキングが上がるらしいんですよ、ね、面白そうですよね。ただなんかそういう人の中でさ、どん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 マニアばっかり増えちゃうとさ変なことになりそうだけどね。でも運営側もおそらくちゃんとクイズもどんどん追加していくでしょうし、いいんじゃない、面白そうな気がする、すごい。ね、まあでもこういうなんかランキングがあるってことは、あまりにもちょっとそうですね、少数派すぎるやつよりも、その大多数にある程度受けるとか、もうニッチなところをさちゃんとなんか抑えるって方の方が大体人気が出る傾向ありますね。いろんな動画とかもそうですけど、確かにクイズ作るの難しいからね、実はね。そうオタク系雑学っていうと広く、ねえ、なっちゃうからねって来てますけど、ね、野中さんの紹介にもありましたけど、だってね、オタク系だ、アニメに絞った話じゃん、アニメ、ゲーム、漫画、特撮とか、そういうのもいいってことだから、特撮とかやべえクイズ出すやついっぱいそう、なんか、ね、第何話のウルトラマンは A タイプか B タイプか C タイプかみたいな、ね。なるほど、そういうのもいるでしょ絶対、問題作るやつ。確かにそうですね、私答えられる気がしない。いや僕もだよ、そこまで。そう、僕もです。多分これ、ね、ここで偉そうなこと言ってるけど、多分これ、この放送やったら結構答えられないと思う、昔マジックアカデミーあったじゃないですか、クイズマジックアカデミー、ありましたね、めっちゃやってたんですけど、あれも、まあみんな結構ね、そのジャンル選べるときアニメ、ね、ゲームとか選ぶんだけど、いや難しかったもんね問題。ちなみにですね、今ギフトで、水着を送ってくださった方がいらっしゃるんですよ。ありがとうございます。あとね、そうですね、広告も入れてくださった方がたくさんいらっしゃる、こちらもありがとうございます。なんかごめんね、インディーゲームで、自分で問題作ってフォールガイズのようにやるゲームがあるんですって。へー、アクションゲームタイトルですかね、教えていただけれ、まあ、僕知られています、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、その他にもたくさんコメントをいただいております、スプーフォークというものが言います、とても使いにくいですという方がいらっしゃいますね。私フォーク
かな？フォーク？あれあれの音？多分先割れスプーン的なやつですかね。小学校の時はあれだったよ、僕の小学校の給食の時は出てくるやつはあれだったな、先割れスプーンのねフォークになってるやつね、あれだよね、名古屋とか行くとね、スガキ屋のラーメンあれですよね、ありますね、あとクイズポートピア連続殺人事件の犯人はもう有名なやつですね、有名なやつですね、はい、あえて答えは言いませんけれども、あ、やっぱスガキ屋のやつだって、おもう終わりますけど、スガキ屋の本出たんですよね、最近流行ったよね、吉野家の本とかさ、ですごいカードがついてきて、はい、1年間割引で食べられるみたいなね、すごい、そう、スガキ屋の本、東京に売ってるけど東京にスガキ屋ないじゃん、はい、以上でございます。旅行に行った時に楽しんでいただくということで、はい、あとはファンのアイテムかな、そうですね、本日のキャラペティックナイトは以上の出演者でお送りしてまいります、皆様どうぞよろしくお願いいたします。タイトル教えておきました、サバイバルクイズシティというタイトルだそうです、ありがとうございます。あとクイズヒロシの兄の名前はってありますけど、この間話題になりました ね、 セバシー、そうなんですよ ね、 漫画版にはもう出てましたけどね、アニメに満を持して登場っていうので、スガキ屋関東にもありましたよね、そうそう、高田馬場にあったんだよ、僕昔よく行ってましたからね、あとカップラーメンありますよね、カップラーメンありますね、最近なんか割とうちの近所のスーパーで売ってて、東京はねなかなかねあれなんですよね、やっぱり土地が高いから、スガキ屋さんもやっぱりね、あの値段で出し、ね、高田馬場って結構伊藤地ですから、あそこに店舗を置いて出し続けるの難しいだろうし、あと出てこなくなっちゃった、宮城とかあっち側にあるすごい大盛りご飯で有名な、またじゃあ思い出した、ハンダヤ、あ、すごい出た、今日久しぶりだハンダヤも池袋にあってめちゃくちゃ行ってたんですけど、やっぱね、安くてボリューム系のとこ東京厳しいよ、はい、出た久しぶりにちょっと今日よかった、はい、終わります、はい。さてここでご案内です、皆様キャラペティックナイトのチャンネル登録はお済みでしょうか、こちらのチャンネルは画面上のリンクからお気に入り登録が可能となっております。ご登録いただきますと番組開始前に通知が届いたり、番組からの特別なお知らせを受け取ることもできます。番組のご登録ぜひよろしくお願いいたします。そして斉藤さん、21時からは会員限定の番組をお送りしているんですよね、さようでございます。本日は、浅井さん声優のね、キャラベティックナイト CVS と題します、声優の浅井彩香さんのハマり役、私と菜の花さんが独断と偏見で選びました、まあね、そのこの役いいんじゃないのっていうのをね、ランキング形式でお届けしました。見逃してしまった方はですね、会員登録していただけますとね、タイムシートをご覧いただくことが可能となってます。過去の放送もすべてご覧いただけますので、この機会にぜひよろしくお願いします。皆様登録および視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは続いてのニュースです。人気のバーチャルライバーグループ二次三次とファッションセンターしまむらのコラボ企画第4弾が8月10日よりスタートするとのことです、今回のコラボではハルスアルマル月の弓とフレン・E・ルスタリオヨルミレナのグッズが登場するとのこと。ラインナップは T シャツからサンダルまで数多く用意されているそうです。二次三次ファンの皆さんはぜひ島村に足を運んでみてくださいと。島村コラボはさ、すごいいいんですけど、その今回ね、そのプレスリリースが出てたんで、これニュースにできたんですけど、割とさらっとやるよね。急にポケモンコラボやってたり、急にそのロックマンのコラボやってたりとかしてて、あとそのゲリラ的な販売に見えて、で瞬殺されますよね。そうなので、だから今回ももしかしてそうなんじゃないかなとか思ったり、で転売とかもすごいさ、やっぱされてるんですよ、めっちゃ安いからね、ですね、二次三次のいわゆる公式グッズと比べたらめちゃくちゃ安いんですよ、で種類も今回めちゃくちゃ出るんで、ね、そう、告知してる方が珍しいですよね、だから今回告知されてるんで、まあ8月10日ですね、あとさあ、そう、島村の店舗によって入る入らないもあるんですよ、ありますね、しかもちょっと問い合わせしてもなかなか答えられないとか、そう、大体分かりませんって言われるから、そうなんだよね、ただ私が住んでる仙川には島村2店舗ありますんで、はい、10日にちょっとね走ってみてですね、パーカー、まあ、僕月の水戸さんこの中だと好きなんで、パーカーと、T シャツと、あとね、今回枕とかで、あとでっかい収納ボックスとかも出るんで、でも全部か調べたんですよ、全部買っても5000円ぐらいしかいかないんですよ、マジですか、すげえなと思って、安すぎると思って、なんでなんか、またよろしくないやつですけど2個ずつ買おうかなっていう、買えるようだったらね、ダメだったら1店舗ずつ回って1個ずつ買おうと思ってます、はい、
なんでね、ぜひぜひ、まあまあ、あのね、島村コラボ自体 の, この発表が珍しいんで、今回取り上げさせていただきました、うんうん、さあ、そしてこちらニュース2つ目ということは、はい、アンケート作らせていただきましたよ、うん、はい、出していただきました、うん、好きな二次三次の女性ライバーはということで、うん、斉藤さん解説お願いします。うん、あ、そうですね、まあ、今回月の、まあ、1期生のからね、月の溝さん、ね、うん、しずりんさん、しずかりんさん、樋口楓さん、樋口楓さんは、ね、うん、最近が大活躍ですね。あのランティスに、ね、所属されてアニソンアーティストとしても活躍されていて、まあ、本当に関西に住んでらっしゃるそうですね、うん、で、あの青春ラジミニア、この中でも好きな人いっぱいいるかもしれませんけど、のレポーターやられたり、うん、文化放送でラジオやられたりとかですね、うん、今期ですとアニメではないんですけど、僕も録画して全然見れてないんですけど、女子プラモっていうドラマ、うん、プラモのドラマがあるんですけど、はい、そちらの方のオープニングとかも歌われていてですね、大活躍でございます、うん、歌子お姉さん、鈴鹿歌子さんは、めちゃくちゃ BL が好きなことでおなじみです、うん、8月10日に八百万の日放送というのをね、やってくださるということでございます ね、うん、ニュイさんとかね、アンジュさんとか、まあ、みんなね、うん、いい感じですけど、フレンさんもね、今回もね、うん、なってますけど、サロメさんがすごい ね、うん、デビューしてからあっという間に、あ、そっか、競馬好きな人は兄さん知ってますよね、うん、サロメさんすごいね、本当にね、うん、で最後は私の大好きな文野玉木さんですが、はい、文野玉木さんはなんとコロナにかかってしまわれてしまいましてですね、味覚がなくなったということで、かなりね、苦しまれておりますけど、9月のイベントに出演されるということでね、はい、頑張ってほしいなと思います、はい、あと、あの、あれ、その他はっていうコメントがありますけれども、今回9人から選んでくれと、はい、今回は選ばせるパターンできました、はい、はい、それではですね、そろそろ結果を出していただきましょ う、 どうかな、はい、出ました、9番が一番多いですね。お、皆さん、よく、ありがとうございます。海野玉木さん、ぜひね、応援してくださいね。はい。はい、あの、ね、事務所に内緒で、少年革命家、ユタボンとコラボしたという伝説をね、持ってる方ですからね。事務所に行ったら怒られると思ったんで、勝手にコラボしましたっていうね。そういうことやってますんでね。はい、あと、あの全部わからないって方とか、全員知らないから名前の漢字で入れたって方もいらっしゃいますね、まあ、はい、あとお嬢様系一般人さんだけ見てるってことはあの方かなと思いつつ、うん、はい、ありがとうございますチャイカさん男だよ、うん、だって自分で変態コスプレおじさんって言ってるもん、まあ、今回は女性ライバーということで、はい、以上今週のニュースでした。続いては、なのかさんがアニメ業界の気になった事象についてお話しするこのコーナーでございます。なのみなのか、これに注目のコーナー、なのかさん、今回何に事象され、あの注目されたんでしょうか。はい、今回私が注目したのはこちら動画、さようならグリーンアップルということで、あのハイチュウのですね、グリーンアップル味がなんと生産中止になったんですね。ね、で、こちらがですね、なぜかと言いますと、うん、ハイチュウのラインアップ、刷新と言いますか、うん、ということで2022年7月生産分をもって販売終了ということで、私の見た感じでは決してグリーンアップルが人気ないってわけじゃなさそうな気がしたんですけどね。売れ行きとか見てもなんかそれなりにちゃんと回転数、ね、早めにスーパーとかでもあったし、私も時々買ってたし、うん、なんならハイチュウの中でグリーンアップルが今ラインナップされてる中では一番好きなぐらいで、時々買ってたんで寂しいんですけども、コメントでもね、レギュラーの中で一番好きって言ってますよ、うん、そうなんですよ。ハイチュウまだあったのか、あるよ、あります。ハイチュウはいろいろね、その、うん、なんだろう、新しくなったりとか、その、うん、中と外が入れ替わって色が入れ替わったりとかっていう、なんかそういうなんかモデルチェンジといいますか、なんというか、そういうのも入ってたりとかしつつ、もう今でもあるんですが、もう今回青リンゴがなくなるということで、動画ができたんですね。でこちらグリーンアップルの役を杉田智和さんがやってるということでなかなかにものすごい杉田節があるということで、ね、で結構そのハイチュウがキャラクターになって喋ってる感じなんで、はいはいはい、で短めの動画なんで楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ハイチュウの他に、ストロベリー味と、あとグリーンアップルがなくなる代わりにうまいチュウの青リンゴができるということで、うん、そちらが先輩を見送る感じがあったりとか、そっちが坂口大輔さんなんですけれども、うん、まあ、ちょっと私見てクスッと笑ったので、まあ、ちょっと青リンゴ寂しいなって思いつつも、まあそうですね、で思い出として、そう、その配役は銀魂的だよね、うん、ただ実際には逆の方が良かった気がするけどね、その本当の先輩は坂口さんだからね。まあでもね、銀魂的なね、うん、あれはあると思う。いやでもすごいハマり役でしたよ。わかりますよ、うん、これ以上は言わないんで、まあ、ぜひ見てください、見てください、うん、私がこうだったよねって語るよりも多分動画見てもらった方が早い、うんうんうん、なんかどことない
なんだろう、切なさ、うん、あったりとかしてね。青りんご味そのものは別で残るのねって。そうなんです、別なんですけど、多分あれ食感がだいぶ違うらしいっていうのを見たので、あの私の好きなハイチュウはこれで一旦終わりかなっていう。ただのハイチュウの場合ですね、たまに懐かしの味復刻とかあるんですよ。例えばヨーグルト味とかあるじゃないですか、あれあの亡くなった時私すごい寂しかったんですけど、ポロッと出るんですよたまに。なのでそんな感じの復活もあるんじゃないかなっていうね。そうですね、復活嬉しいけどさ、はい、復活してもこれ期間限定なんだよなと思うと、そうなんですよ、そう寂しい、そこ迷うんだよね、うん、食べちゃうとまた食べたくなるから、うん、あえて食べないっていう選択肢もあるなっていうね、うん、難しさありますよねいつでもあそこのスーパーの売り場で待っててくれるっていう安心感って一つありますからね、レギュラーメニュー。そう、あのカップヌードルとかも結構そういう入れ替わり、うん、まあね、あのよく期間限定出るチーズカレーとかもそうですし、うん、うん、あのそういう意味ではね、あの、あれだ、期間限定からね、はい、レギュラーになったトムヤムくんとかね、うん、結構嬉しいですけどね、まあ、やっぱレギュラーでいてほしいっていうのはありますけど、あの、うん、生産ラインもありますからね、うん、なかなか難しい。パブリシャス消えた、うん、好きだったなって、ね、確かに、うん、ハイチュウは銀歯キラーなので食えないっていう錦鯉のネタみたいな方いらっしゃってる方がね、うん、キャラメルはってね、そう、うん、あれ好きですそう、まあ、それどころか長谷川さん歯ないけどないやでもあのね、あのやっぱり M1 取りましたし、うん、その後もしかしたら歯医者とかね、ね、行かれるかもしれないですよね。歯ないネタでね、うん、あのやってるからどうするかね。あのいやでも健康大事にしてほしいですよ。そうそうそう、三四郎の小宮さんはね、うん、歯直しましたからね、うん、そうですね。あとあれだ、うん、ハリセンボンの遥さんも直しましたからね、みんな、うん、いや多分錦鯉さんはもうあのネタを使わなくてもちゃんと面白いポテンシャルを持ってる方だと思うので、うん、ぜひね、私は健康に気をつけていただきたい。本当ですよ、うん、8020運動でね、80歳で20本の歯を持ってようって言われますからね、うん、コメントで、ちなみにレギュラー味ってどれになるんですか、グレープが一番最初の気がするけどってありますが、うん、ひとまずグレープとストロベリーかな、多分そうだったような気がするけど、うん、私もちょっと自信がないので、うん、調べていただいた方が確実かなと思います、うん、あのカールは関東では売ってませんけど、うん、関西では売ってますからね、うん、この間も大阪駅通った時に、うん、大阪土産にカールって書いてあって、うん、そういうものになってしまったのかと思いましたけどね、うん、まあ、でもたまに確かに食べたくなる、うんうん、あとラフランス出してほしいよな、ハイチュウとか、うん、ハイチュウに関するコメントもたくさんいただいておりますね、はい、ハイチュウ、うん、美味しいよね、うん、なんかお菓子コラボの話とかもしてもいいかもね、いろんなお菓子と ね、いろんな作品コラボしましたからね、うん、あとあの西と東で売ってるもの違うよねみたいなコメントもあったりとか、うんうん、そうそうそう、西ではねカール売ってますからね、うん、あとあの個人的に拾っときたいのが、ハガレの新アプリ話題ですね。あ、へー、あのなんか確か事前ダウンロードでチュートリアルだけできるらしいってのはツイッターで見かけました、うん、で結構遊んだ方から面白いっていう、へー、なんか戦闘はアークザラット系って言ったらいいんですかね、あのマス目の戦闘らしくって、ただやりだすと私ハマるんで、うん、どうしようかなっていう、なんかその広告でも広告の見た段階で、うん、もうすごい画面綺麗だし、うん、アニメっぽいじゃないですか。いやもう今、うん、そこまで作り込んだものね、あのテンスラのゲームもそうだけど、はい、すごい作り込んだものしか生き残れない、はい、昔はねそのある程度似たような作品とかもね、うん、生き残ったけど、そういう時代になってきたんだろうな。うん、あの今 Google ストアで見かけてましたけど、うん、ゲーム画面見せてくれるならっていう、うん、今なんかでもお試しでなんでね、無料でできますので、うんいいうんうん、触ってみると、はい、コメント欄が焼きそばバゴンの話しかしてないじゃないかよ焼きそばバゴンはもう今関東で売ってませんからね、東北とか、うん、北海道はあるのかな、確かに見ない、うん、僕は子供の頃は確かに関東で売ってましたけどね。さあということで以上、はい、なのかさんのここに注目のコーナーでした。続いてはあのコーナーに参りたいと思います。今注目したいスポットや話題のイベントやニュースなどをピックアップしてご紹介する特集コーナー、うん、スペシャルピックアップをお送りします。今回のテーマはこちら、矢野経済研究所が国内のキャラクタービジネス市場に関する調査レポートを発表。2022年度は前年比 101.3% の成長見込みとのことです。うん、この後斉藤さんがこちらのレポートについて解説してくれます。はい、うん、一応読みましたが、はい、
まあ、2兆6198億ということでキャラクタービジネスね、うん、キャラクタービジネスはあのキャラクタービジネスはこれ何を含む、はい、キャラクターのまあだから実際アニメとか漫画とか全部含むんですよ、うん、キャラクターの版権ビジネスと、うん、まあ、グッズ関係のライセンスビジネスを足した数字ということですんで、はい、うん、ライセンスおよび版権ビジネス、まあ、ライセンスビジネスと要はグッズとかと作品自体を指しているということなんですね、うん、はい、コメントでキティちゃんとかクマモもキャラビジネスとか入ってます。だから2兆というね、まあ、結構すごい金額になってるんですけど、うんうん、ご当地いるキャラなんでクマモとか入るなら入りますね、うん、いや矢野総研はいつもそういうことやってますね、うん、あの常にそういう研究いろんな、はい、その経済分野の研究やってるところなんで、うん、あの面白いですよ、うん、あの研究レポートまともに読もうとすると10万ぐらい取られるんですよ。これもね、ちゃんと読もうとすると10万取られます、うん、あ、僕ごめんなさい、そういう意味ではあの、まとめしか見てないです。あの矢野総研がお金を払わなくても見れる範囲のものを出してくれてるんで、うん、それしか見てないんで、その10万払って全部細かく見たわけじゃないですけど、うん、あのね、でもね、あの本いわゆるそのさ、たまにいるけどゲームアナリストとかアニメのアナリスト、ま、あの違うよ、そのまとめサイトのまとめじゃないよ、ごめんね、あの矢野総研が出してる断片的にここまでは無料でお見せしますよっていうのがあるんですよね。 そっちですね、そっち見てますけど、プレスリリース的に出してる、はい、うん、アニメアナリストとかゲームアナリストみたいなこと、はい、まあ、だから例えば氷川龍介さんとか、うん、ゲームだと誰かな、あ、なんだっけ、名前しちゃった、まあいいや、うん、あの辺の人たちはちゃんとこういうの買って、うん、それを、まとめることによって仕事をしているという、うん、はい、ね、意外にねこれよくやってますよ経済学ね、うん、うちの番組では第1週と第3週は割と真面目なことを喋るスペシャルピックアップということで、うん、よくねこの経済系のデータとか使って喋ったりとかしておりますので、うん、よかったらぜひ。そうなんですよ、まあ、深いところまで知りたい人はそのね、うん、氷川さんとかね、そういった方の解説を見ていただければと思うんですけど、はい、すごく大雑把に話をすると、うん、ですね、まず一つデータから見えることは2020年から2021年の成長に関して言うと、うん、102% ぐらいなんですよ、はい、つまり、多少成長が鈍化しているっていうのがまず一つあります、うん、コロナ禍で成長率は、上がったと言われてたんですけど、まあ、ちょっとそれが、まあ、言ってしまうと陰りが見えてきた部分があるのと、うん、これね、まあ、このレポートの、まあ、レジュメみたいなものにも書いてあるんですけど、いわゆる、VTuber もこの中に入ってるんですよ、はい、で特に去年でいうと VTuber ビジネス好調みたいな話になっていて、キャラクタービジネスとしての VTuber ビジネスもここに入れられてですね、うん、経済効果すごいみたいな話になってたんですよ、うん、で今年も、まあ、さらに VTuber 業界は成長が期待できるみたいなこと書いてあるんですけど、これはねちょっとなかなか難しい局面に来てるんじゃないかなっていうのが正直な僕の感想です、うん、どういうことかっていうと、その例えばここでもコメント来てましたけど、くまモンとかキティちゃんって、はい、まあ、普遍的なキャラクターなわけですよね、うん、そのなんだろうな、昔のさゆるキャラの人がツイッターやってて炎上したみたいなね、うん、なんだっけおしゃまんべくんだかなんだか見ましたけど、ああいうのな、ね、そう、ああいうのと、まあ、ある種同じで、そのキティちゃんってブランド化されてて、サンリオが、まあね、キティちゃんのさ、あの合成音声の YouTube とか出てますけど、うん、すごい丁寧に作ってるわけですよ、うん、でいろんなことを気をつけながらブランド化してるわけだけど、そうですね、こっからここまで OK だけど、うん、こっからここはやらないとか、ちゃんともうガイドラインがありますよね、で何でもコラボするみたいなこと言われてるけど、うん、うまいラインでやってるんですよね、うん、そこに実際なんか NG ラインもちゃんとあるらしいって話も、ね、そうですよね、聞きますよね、そこにやっぱり企業の戦略が見えるんだけど、うん、はい、VTuber って、まあ、側っていう言い方しちゃいけないかもしれないけど、ここであえて側って言うけど、うん、そのキャラクターがあるけど中の人もまあ、ある種イコールに近い状態なわけですよね、うん、VTuber が出たった時はキャラクターが喋ってるみたいな扱いをされかけたんですよ、うん、だけど実際はどっちにお客さんがついたかっていうと、魂の方にお客さんがつくっていう現象の方がすごく大きかったというか、うん、キャラクター、まあ、うん、二次三次とかもさ、ほとんど、まあ、その、はい、ある程度しか守れてないけど、うん、本当はそのさ、まあまあネタにするぐらいになっちゃったじゃん、うん、そのなんか異世界から来たみたいなさ、はい、例えばささっきのさ、うん、まあ、あのニューイさん知ってる人いたからさ、ニューイさんとかで言うと、ニューイさんは一応なんかそのね、その、ま、ファンタジー風の世界から来た、はい、その設定になってるわけだけど、うん、よく配信中に地元の大阪ではさって言っちゃうわけですよ、で突っ込まれて、はあのファンタジー世界の中の大阪ねみたいなことよくわかんないこと言うわけですよ、はい、でも それはもう中の人込みでキャラクターに人気が出てるわけなんですよね、うん、でその一番わかりやすい例が多分、あ、そう、コリンセみたいなのもそういうこと、あとジャガーさんとかね、そう、うん、
でそれで言うと一番分かりやすかった例は、うん、あの絆愛分裂騒動だったと思うんですね、うん、3人に分かれてって中の人も変わってるけど、はい、同じ側で名前も同じですみたいなね、うん、でもその後絆愛さんはもろもろあって分かれましたよね、はい、あそうそう、あの名前も変えて、うん、側も変えたからね、はい、だから結局それって奈々香さんがさっきおっしゃってたように中の人のファン、うん、まあまあもう分かってることが言うけど春日さんのファンが多かったわけですよ要はそこはダメです、ダメかアウトです、ダメです、それ以上はあの分かる方には分かってないぐらいに止めておきましょう、まあまあ、要は中の魂のファンの方が多かったから、はい、うん、同じ側で違う声で同じ、違うパーソナリティ個性を持った人が「はい、絆愛です」って言ったことに対してすごい、うん、まあ、バッシングとか違和感があったわけですよね、それぐらい中の人と紐づくわけですよ、はい、うん、そうなってきた時にまあまあ、で春日さんぐらいだと、まあ、春日さんこれ以上じゃないけど、ほら一応ほら魂のフレンドみたいなこと言ってたからさ、まあ、方法もバレてるようなもんなんだけど、はい、うん、炎上しないよこんなぐらいだと、こんな話の、うん、あの本人も魂のフレンドって言ってるからね、だからそのこの例しか言ってないんだけど、それで言うと結局そのキャラクターとか設定とか、まあ、言ってしまって絵とか設定にファンがついてるわけじゃなくて中の人個人にファンがついてるから中の人個人が、うん、言って、まあ、あのちょっと言い方変えさせてください、魂ね、はいはい、魂ね、一応そのなんだろう、もうその人の人格っていうか、うん、なので、なんだろうな、魂部分が変わっちゃうと、もうそれは別人だっていう、まあ、そうそうそう、側の方が同じでもっていう、うん、まあ、だから側と魂がイコールになって、うん、そのキャラが形成されてるわけだから、はい、これもうあれですよ、言葉を選ばずに言うと、ね、魂の方がそのなんだろうな、はい、コントロールが運営にもあんまり効かないわけですよ、うん、キティちゃん運営でコントロールできるけど、はい、魂に対してコントロールを 100% することは不可能なわけですよ、動画撮って編集するのはできるけど、うん、生配信をしてスパチャをもらうっていう今文化になってるから、うん、そうするとコントロールができないからある程度の炎上騒ぎはもちろん覚悟しなきゃいけないし、そうですね、あとツイッターとか個人で普通にあのいろんな人とやり取りとかできちゃう時代ですからね、ネットとか通して、そうそうそう、うん、ね、あのまあ、中の人がキャラ設定守れてないからね、はい、とか来てますが、まあ、そういう部分って正直あるんだよ、だから、はい、デーモン閣下はすごいよ、そうですね、デーモン閣下はすごいよ、うん、ね、はい、デーモン閣下は何がすごいかってね、うん、やっぱずっとね、我が輩は1億何千歳と言ってますからね、うん、そう、あとあの春日って椅子を壊したあの人はオードリーの春日さんですね、はい、俊明さん、うん、うんですね、まあそうだね、まあ、うん、つまりまあちょっと名前は置いとくとしても、はい、魂と側と、まあ、それがイコールになって VTuber っていう、まあ、キャラクターが形成されてる、うん、みんなにその愛されるっていう感じの、そう、うん、そうなんですよね、だからそうなってくるとまあ、はい、魂側が、まあ、今回の絆とかもそうだけど、うん、やめますって言ったら、うん、魂を入れ替えても人気はなかなか出ないわけですよね、うん、で絆愛に関しては今回すごいうまくやったな、うまくやったって言い方でいけないけど、うん、キャラクター、新しい試み、そう、キャラクタービジネスとしてやっぱり考えてるなと思ったのは、今絆愛は無期限活動休止中、うん、まあ、ロボ AI 設定なので、うん、SNS だけちょっと稼働しますみたいなお知らせがこの間出ましたね、はい、まあ、それと同時に、うん、まあ、これも、株式会社絆愛が発表してるからそのまま言いますけど、はい、いわゆる、合成音声、うん、まあ、要は、うん、初音ミクとかね、うん、ああいったもので、元魂の、まあ、今も魂の人で、はい、魂の人の声を合成音声化して YouTube 活動もやるみたいな話になってるわけですよ、うん、はい、これはコントロールできるから、これがうまくいくかいかないかによって、うん、次のね VTuber のステップみたいなものあるかなと思うんですよ、これ新しい試みとしてね、うん、ただやっぱりトラブルがこう相次いでるのを見ると、うん、そのこれ実は番組始まる前に奈々香さんもちょっと話したんだけど、うん、VTuber はキャラクタービジネスじゃないよねって、うん、いわゆるアイドルとかのビジネスだよね、生のその生きてるものとしてっていう、うん、そうなんですよ、うん、あのちょっとですね、一つだけフォローをさせてください、うん、ちょっと前のコメントで、え、ダメなのその話ダメなのとか、いやいやいや、そういうの知らんけどそんなにみんなわかるのっていう、ちょっとあの多分人によって VTuber 界隈をどれぐらい知ってるかっていうのにもよるんですけれども、そうそうそう、一応私たちはキャラペリあの公式番組としてやってますのでそのラインは多分その業界のお話としては、ああ公式の番組としては超えるのはちょっとあんまりよろしくないかなっていうラインの部分ですね、そうそうそう、分かんないなって方は気になる方は調べていただいて、まあ、魂のフレンドみたいな話してるんで、別に そのぐらいで止めてきましょう、その人の話しかしてないからね、うん、一応公式とかそのご本人とかが言ってるものとかでやめとくぐらいがちょうどいいのかなと思います。親友とかね、だからそういう話になってますから、なんだっけ、あれですよ、だからあのあれ、はい、スッキリの天の声をイメージしていただくといいと思いますね、うんうん、そう、親友の山ちゃんがって言ってますからね、そのラインです、秘密と
言えばそうなんだけど、だけどその構成の秘密をガチッと言うかどうかっていうのは一応ね、あの各所にご迷惑がかかりかねないので、はい、あの公式番組としてやってる以上、この番組ではこれぐらいにしときましょう。あの人バンドマンだよ、デーモン様のこと言ってますよね。まあまあ、まあそこは一旦置いとくとして、つまり、はい、そのキャラクタービジネスとして VTuber が期待できるっていう分析について言うと、はい、キャラクタービジネスではないよねっていうのがまず一つと、まああれですよ、今回のキズナイさんの再始動がキャラクタービジネスと言えなくもないけど、それ以外はキャラクタービジネスがまずないよねっていうところ、今までの VTuber と形がだいぶ変わりますよね。だからそれこそキティちゃんのやつと同じだよ、はい、あのキティちゃんのやつも合成音声やってますんで、あれと同じなんですけど、あれはあれでもちろん受けてるから、それがうまくいくんだったら新しい VTuber としての文化が生まれてきて、キャラクタービジネス化すると思うけど、今に関して言うと、まあコメントでも割とストレートにキャバクラじゃねえって来てましたけど、まあ、キャバクラかどうか置いとくとしても、まあ、本当にね、菜の花さんが言ってくれたアイドルの文化の方に近い、はい、うん、だから近いアイドルとかね、実際に会える話せるとかの方はかなり近い空気はあると思います、だから魂が、その個人でツイッターも運営してるし、まあ、個人って言ってかね、あの自分でツイッターも運営してるし、運営が書いてるわけじゃない、そこがいいところなんで、もちろんね、はい、いいところだし、言ってしまうと魂の人がもう引退しますって言ったら、それもね、あのゲーム部とかでその、ね、トラブル起きましたけど、そうですね、あれはなかなか、ね、あの要はなんか魂を入れ替えたとしてやっぱりみんな納得しないっていう部分があるから、はい、すごくねコンテンツとして難しいっていうか、長く続くキャラクタービジネスとしては難しいものなんだよね、新しく参入してるところもやっぱうまくなかなかいってないし、二次三次とかで言ったら100人以上ライバーいるわけですよ、はい、さっきさ割とその9人挙げてたのは、風野玉木さん置いとくとしても、一応そのチャンネル登録者数で多そうな人、チャンネル登録者数ランキング見て多そうな人を挙げたわけだけど、それでもさ、みんなも、競馬知ってるから兄さんは知ってるとかさ、サロメさんはなんか話題になってるから知ってるとかあるけど、知らない人もいっぱいいるわけじゃないですか、だからそう考えるとね、キャラクターコンテンツとしてのね、VTuber ってすごい難しいなと思いますね。もともと VTuber が始まった時、バーチャルな近未来なとかみたいな感じの、すごくなんか、別世界観があったんですよね、でも実際に稼働してみると、そんなにその今までの YouTuber とかと大きな違いがあったかっていうと、絵がついてるかどうかっていうので、実際はそのなんか対人間みたいな、そうですね、ところがすごく大きくなりましたよね、多分10年前とか10そうですねぐらい前の感じのとかで考えると、だいぶその時と雰囲気変わってるなっていう、だってもう私の応援してるオメガシスターズなんて、ついに、あれもすごいですね、そうですよ、ま、ついに顔だけバーチャルにして体そのまま出るっていう、次元超えましたね、はい、その方が、ね、その物を紹介したりするときとか楽だしっていう、外に行って動画撮った時も顔だけ合成すればいいから楽だって言い出して、こうなってくると、まあ、やっぱりその魂側により、ね、依存度が高くなってきてるなっていう感じはね、正直しますね、はい、ちょっとコメント見ますか一回、はい、たくさんいただいております、正直私は生物だと思ってます、絵がついてるだけですみたいな感じの、私のさっきのに、答えてくださっている方もいらっしゃれば、昭和のアイドルもなんとかの星からやってきた設定とかあったしとか、ある意味まあそうですね、そこら辺に通じるものもあるかもしれないですね、あとちなみにアイドルはキャラではないってなるとかなり難しい作品ありますけど、それはどうするのですか？違う、アイドルアニメのアイドルはそれキャラですよ、別物ということで、あくまでその VTuber とかの話の場合ですね、そう、なんか地下アイドル、地下アイドルで例えばなんか A さんという地下アイドルがいたとしたら、その人はキャラクターかって言ったら、もちろん、設定とかがね、そのコリン性とかもそうだけど、設定とかがあってそれをっていうのはあるけれども、ねえ、やっぱその人本人の方にキャラクターっていうのはやっぱり、そのアイドルアニメだとそうだけど、脚本家とか監督とかコントロールできるものだけど、VTuber はコントロールできないよねっていうところが、その生ものっていう話でいきますと、これはアニメの話とも若干関連はするんですけれども、CM とかあるじゃないですか、で CM とかで芸能人とかが CM として出る場合って、結構ガッチガチの契約で固めるんですよね、その期間中はそのブランドの製品以外の競合品はなるべくちょっと使わないようにするとか、契約によって、あとそのあたりにイメージを壊さないようにするとか、いろんなのがあって、だけどやっぱりどうしても人間なんで、まあ、誰とは言いませんけど、
契約している最中に不祥事とか過去の何かがバレてとかで CM がもう放送できないような違約金払ったりとかね、あの芸能人側がっていう事態があるわけですよ。だけどそれをキャラクター、例えばそのアニメ CM とかにすることによって、そのあのなんだろうな、その危険性を下げるみたいな感じで CM に生ものじゃなくてアニメを使った方がいいんじゃないかみたいなのを若干広告業界の方から聞いたことがあります、ね、いや分かります。そういうのも若干通じるものがあるんだろうなとか ね、うん、ねだから、うん、難しいですよね。そこに VTuber 使えるかって、はい、VTuber もさ、ね、そのやっぱ不祥事が起きてしまうことがあるわけじゃないですか。そう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 、しかも結構な頻度であのいろいろバンバン燃えてますよね。そ そうなんですよね、うん、であのなんかねこの話、そのアイドルって例えたのは、はい、僕は分かりやすいと思って例えてたんだけど、うん、ちょっとうまく伝わらなかった部分で言うと、うん、うんとね、もっと分かりやすく言うとフナッシーだよ、うん、はい、フナッシーの、まあ、中の人って言っちゃいけないかも、うん、魂でもいいけど、うん、フナッシーがあのね、あの、まあ、着ぐるみって一応言っときましょう、着ぐるみで、じゃ僕が入ったとしたらもう違うもん。違いますね、うん、あの人が面白いんだもん。フナッシーがなぜあんなに人気が出たかっていうと、うん、あのアグレッシブな、そう、うん、でそれで言うとトークと、うん、今あれですよ、ヤクルトスワローズのつば九郎っていうね、はい、マスコットじゃないですか。です、ね、休んでるんですよ。はい、はい、なんで休んでるかっていうと、まあちょっと病気になったということで休んでるんですけど、うん、まあさ、すごい悪い言い方すればさ、中の人変えればいいじゃんとみんなね結構ツイッターでも流れてたんだけど、うん、あのつば九郎、まあ中の人って言っちゃいけないけど、つば九郎の魂はもう10年以上同じ人なんですよ、うんうんうん、で、あの人って、まあつば九郎のそのかん、これがね、そのスケッチブック芸がね、そのジャイアンツの悪口とか書くっていうね、で、その書くセンスっていうのは、うん、あの魂の人しか持ってないわけですよ。ちゃんともうあの方が芸を持ってるというか一つのっていう感じですよね、うん、フナッシーが着ぐるみ、えって、もうそれ以上広げませんよ。もうあえてその言い方をしましたという例の説、さっきアイドルが伝わりづらかったから例に出しただけだからね、はい、あのちょっとコメント拾います。このキャラビジネス市場の話は VTuber がメインなのとありますが、違うここ近年ね VTuber の変化が大きかったよねっていう、そう、あとその、うん、矢野総研のそのレポートのところに、はい、VTuber がやっぱり去年、うん、特に去年で言うと VTuber の数字がすごい上がってキャラクターっていけると、で、はい、今年のレポートにも2020年に向けて VTuber っていうのはそのキャラクタービジネスなんて欠かせない存在って書いてあるから、その話をしてるんだですよ、うん、で、そので言うとさっきの、まあ、一つその、まあ、まず全体としては、まあ、僕の個人の意見としては VTuber はキャラクターじゃないよねと、生もののアイドルとかフナッシーとか、そのさっきのねつば九郎とかに近いところがあるよねっていう話がまずベースにあって、はい、じゃあキャラクターとしての可能性で考えると、一つはさっき言った記事の愛の合成音声か、うん、でもう一つは、この間のワンフェスとかでもかなり発表されてましたけど、メディアファクトリーが新しいそのメディアミックスプロジェクトを立ち上げるんですよ、現代を舞台に戦うみたいなね、はい、その声優としてほとんどのキャラが VTuber から起用されてるんですね、で、まあそれを言ってしまうとさ、じゃあ普通にさ、その声優さんだったりアイドルだったりがアニメの声やるのと同じじゃんって話なんだけど、はい、結局運営側 VTuber の事務所側もその次の段階として、まあ、一つはさっき言った合成音声もあるかもしれないけれども、はい、タレントとしてキャラクターではなくてタレントとして扱って、そのタレントを、まあ、今回で言うと声優、まあ、うん、それもねちょっと調べてもらうと分かるんですけど、はい、キャラにそのいやなんだろうな、キャラっていうかそのまあ、言ってしまうとあれかな、声優さんがアニメやるときにその声優さんの名前をもじったキャラが出てくるってあるじゃないですか、うん、ありますね、そういうニュアンスでやってるんですよね、うん、だからもう一回キャラ化するっていうことを、うん、まあ、VTuber の事務所も考えてる、その、うん、本人は本人です、はい、ね、その VTuber という人が、まあ、キャラ、まあ、その存在がありますと、それが声優やるんですよ、タレントやるんですよっていう、うん、そういうところに次に行こうとしてる。でコメントでさっき、うん、ドラマとかね、あの VTuber でアニメやればいいじゃんって来てるんだけど、うん、そこがねやっぱり、ね、難しかったんですよ今までね、その、うん、なんだっけ、あ忘れちゃった、VTuber のがやってるアニメというかね、なんかそのコントみたいなやつあったんですけど、うん、あれも結局は中の人がコント、中の人っていうかね、その VTuber が、まあ、要は言ってしまうとアイドルがコントしてるようなものだったわけですよね、はい、アニメ、うん、そうだからね、V のアニメとかありましたけどって、うん、その話ねなんですけど、そうではなくて、もうその本人に近いというか、うん、本人の VTuber 本人のね存在をもじったようなキャラクターを出すメディアミックスアニメをやるとかね、うん、そういうところになってきた。武藤さんとグレーと思ったらちょっと違うね。ありがとう、バーチャル、そうバーチャルさん見てる、うん、ありがとう。そうバーチャルさんは見てるとかやったけど、あれは結局、はい、さっきのアイドル理論で言うとアイドルがコントしてるのもんだったから、
ちょっとね、うん、また違うんですよ。なんでそれ今あのメディアファクトリーがある今回のそのメディアミックスプロジェクトとかのとか他にもいくつかそういうプロジェクト動いてるらしいんですけど、はい、そういうものがうまくいくかどうかによってその、うん、キャラクタービジネス化するかどうか、うん、VTuber の方も今過渡期かなって感じはありますよね。いやありますね、うん、あとそのなんだろう今やっぱりそのコンテンツを見る層があの、うん、もうこれはずっとそうなんですけれども徐々にあの入れ替わるじゃないですか、うん、でそれの入れ替わりが結構激しめに来てるなっていうのが若干感じてて、うん、なんでじゃあそのアニメとかじゃなくて VTuber の配信を見るのかっていうので、うん、あるまあ話をしたことがあるんですよ、うんうんうん、でその時に私が意見として新鮮だったなって思ったのが、うん、私がその方から聞いたのと同じような意見を後でツイッターでも言ってる人がいたんで多分少数派じゃなくて言ってる人いるのかなって気がするんですが、うん、アニメだと推しが例えば1話に数分しか出ないとか、はい、ワンクールで、うん、1話出ればいい方とかだけどでソシャゲとか VTuber とかだと好きな推しだけをもう好きなだけ眺められると、うんうん、ソシャゲだとそのキャラをもう先頭に連れてったりとか、うん、そのキャラの話をずっと見ればいいし、うん、で VTuber だと配信が全部推しなんだとそうだね。だからその私たちは私の場合はその方の場合は、うん、ストーリーも楽しむんだけどじゃなくて私は推しを楽しみたいんだっていう方にとってはアニメよりも VTuber とかの方がいいっていう、うん、ありますね、うん、いいと思うんですよ僕、はい、その何だろうアニメ至上主義おじさんとか、はい、特にないので、うん、その僕の周りだってもちろんいますよその、うん、アニメのストーリーとかを深く僕はねその僕自身はストーリーを分析の好きですけど、うん、ストーリーとか深く見るんじゃなくて推しのキャラクターが出てて、うん、推しがなんかわ推しが喋ったってそれが嬉しいっていうのは全然あれだと思うんですよね、うんはい、でもその人によると作品を楽しむ作品とストーリーを楽しむ作品とキャラを楽しむ作品はかなり明確に分けてるっていう話もしてました、はいはいはい、いや、うん、人にもよると思いますけど、いろんな見方あるから、うん、そのいや僕は何を予想してきたかっていうと、はい、そういう見方に対して結構否定的なことをやっぱり言う人がいるけど、うん楽しみ方を否定するのはダメだよね。そう、うん、そうだからそういう意味ではその、うん、推しをより見たいっていう意味で、うん VTuber にが好きだっていう人ももちろんいるだろうし、はい、まあそのジャニーズのタレントみたいなものってきてますけど、うん、そういうところもあるかもしれない、はい、あとこれでキャラクタービジネスって話にもちょっとつながるんですが、うん、やっぱりビジネスなんでお金落としてもらってなんぼなんですよね、うん、で人がどういうところにお金を落とすかってなるとやっぱりそのキャラクターだからお金を落とすっていう層も一定層いて、キャラクタービジネスってそれにも関わると思うんですよ、うん、だからといってキャラだけ出してればいいってわけじゃなくてストーリー性があるからこそそのキャラを好きになったっていうのもあったりとかするので、うん、そこら辺は切り離せないと思うんですけれども そうなんだよね、その辺のさじ加減というかどう作るかっていうのは多分いつの時代も課題なんじゃないかなと思いながらいろんなものを見てます、うん、だから僕はねその何の話をしてたか結局してたかっていうと、はい、この中の、うん、この研究はすごいいい研究だ、まあまあはい、当たり前だけどすごいしっかりしたところ研究されてるんですごい面白かったんだけど、うん、その VTuber がキャラクタービジネスというのは難しいのは、はい、初期の頃は確かに動画を出してそれに広告がついて広告収入っていうのはキャラクタービジネスっぽい感じがあったんだけど、うん、今正直スパチャを投げて、うん、スパチャを投げないとコメント読んでくれません、うん、はっきり言ってね。で、まあ、スパチャを投げることによって1対1の関係を一瞬作れるっていう、うん、ちょっとなんか認知してもらえるみたいなアイドル その握手会とか行ってみたいな、うん感じありますよ ねコメントでも、ねうん、ズバリキャバクラって書いてあっちゃった人もいるけど、はい、まあまあもちろんその要素がゼロじゃないと思うんだけど、うん、そうなってくるとやっぱりキャラクタービジネスとちょっと違うのかな、うん、だけどさっきみたいにその合成音声だったりとか、うんもう一段階、役を演じるとか、うん、そういったところでキャラクター化していく、はい、であとねこれこのコメントも良かったなと思って、うん、VTuber とか見てる人は、はい、V って正直もうこれ尻つぼみに見えるんですけどっていうね、うん、話をされてた方がいたんだけど見てる方は割とそう感じる人は実は多いかもしれません、うんでも研究してる人とかこれからビジネスを始める人とかは今がチャンスと思ってる人が多いだろうなって、うん、すごいたくさん VTuber の新しい事務所作りますよっていうの回ってますし、うん、1回当たればでかいんですよね。そうなんですよっていうところは若干あると思います。それこそショールーム見たらずっと VTuber の魂オーディションやってますからね、うんはい、ですね。うん、少なくともそこでその業界のトップあたりは継続してもうこれぐらいの人が見てこれぐらいお金が落ちてますよがある程度見えてますからね。そうなんですよ、うん、結局そ、ね、何百億と1年間で1人の VTuber が稼ぐみたいなやつが、はい、もう
実際の例として出てきてるわけですよね、うん、そうするとうちもうちもうちもって なっていくところはやっぱりねまだまだあると思います、うんうんね、だから今後もそういう新しい事務所出てくると思うし、うん、今作ろうとしてる人もいっぱいいると思いますよ、うん、ただ人と人との話なので、はい、すごく難しいなと思います、うん、そういう意味ではもうこれで終わりか、そろそろ時間なんで終わりますけど、はい、うんとね、僕はやっぱりね、僕がだから結局最後僕の感想になっちゃいますけど僕が好きなのはやっぱ個人税なんですよ。23人もちろん好きですけど、うん、ホロライブも好きですけど、個人税でか、まあ、オメガシスターズとか本当に2人だけでやってますからね、うん、まあ一時期のアップデートっていうね、その、はい、サポートに入ってまして、今もう完全に2人だけでやってますから、うん、そういうね個人税で頑張ってる人っていうのはすごくねチャレンジ精神、チャレンジすることもできるし、うん、その自由さの中に面白さが、多分2時3時で顔だけバーチャルにして体出しますとか多分ダメでしょ。まあ月のミトが、ね、謎のミトってやってるけど、ね、あれはだって、うん、でもう ほぼほぼさ、その一番最初のさ、はい、かね、第一期生としてさ支えてくれたからある程度わがままが許されてる部分あるだろうけど、うんね、いきなり顔だけやってあと体素手で待つとか言ったら、いやいやあなたキャラクター守ってくださいよって言われるでしょ、うん、で文野玉木さんもよく運営に注意された時、あなたはアイドルなんですからアイドルとしての自覚を持ってくださいって怒られてるって言ってましたからね。なんだろう、キャラクターをどっからどこまでで定めていいかっていう幅のバリエーションが増えたというか、うん、見てる方の許容範囲が若干人によって変わってきたっていう部分があって、うん、例えばそういうなんか実写もありですよって、私はこうですよって押し出して、そうそうそうそれについ対してファンがついたらありなんですよね、うんうん、っていう気もします。僕も去年オメガシスターズさんインタビューさせていただきましたけど、うん、はい、まあオメガレイさんがね、はい、まあ出産発表されたんですよ、はい、VTuber ですけどね、うん、で、それはやっぱりその賛否両論あったってご本人もお話しされてましたけど、でもまあ、今回その出産発表もそうだし、今やってるその顔だけもそうだけど、それでもついてきてくれる人と、その分かってくれる人とやりたいんだっていうことができるのは個人の強みですよね。企業にいたらそうはできないからね。だから僕は個人が、まあ今それってあなたの感想ですよねって素晴らしいコメントにしましたけど、それがやっぱ個人の強みかな。僕も、あ、やっぱ最後いい結論が出せるな。僕もね、こうやってここで暴れながら、奈良さんに止めながら、ながら暴れてますけど、まあ、いろんなものを背負ってる部分はゼロじゃないですよ、うん、そのまあね、この番組も公式番組なんでゼロではないですし、うん、あとまあね、僕の後ろに学校があったりとか、うん、僕の後ろにそのお世話になってる媒体があったりとか、うん、名前出してるからね。でも、これがどっかの事務所に完全に所属してますとか、うん、なんだろう、なんかどっかの企業に完全に所属してますっていうと、うん、今も結構暴れてますよ。だろかさんいなかったら結構やばいことになってますけど、今の半分もやりたいことできないなと思ってるんで、だからよくね、その、なんで会社入んないんですかって言われますけど、自由でいたいからなんですよ。ね、なんで、僕はかなり、もちろんね、気をつけてる範囲では、気をつけてるかどうか、うん、まあでも、まあここではだろかさんが言ってくれるし、まあ、あとね、ショールームの時もみんながね、それ以上やばいんじゃないって言ってくれるから、やめてますけど、そのみんなの助けがありながらですね、はい、うん、やりたいこと、まあそこ難しいですよね。やりたいことができなくなるんだったら、こういう活動しない方がいいって僕はやっぱ思っちゃうなっていうところなんでね。はい、今回の話題はですね、もう結構いろんなご意見いただいておりますけれども、うん、もう多分これは人によって見え方が変わるとか、あとその私の勝手な分析ですけれども、うん、この番組をご覧の方でコメントくださる方の多くは、うん、キャラよりも作品のストーリーが好きっていうのでコメントしてくださる方も割合も結構多いかなっていう気もするので、うん、そうですね、うん、なのでそのストーリーに関する話題とかもね、はい、もちろんキャラ好きの方もいらっしゃるでしょうし、あ、そうだから、繰り返すけど、うん、コメントを多めにくださる方の割合ではっていう、いつもありがとうございます。繰り返しますけど、奈良香さんと僕がさっき言ったことが割と全てで、うん、僕は皆さんの楽しみ方が、うん、を否定しないですし、うん、いろんな楽しみ方があって否定しないと思いますから、はい、うん、僕の友達でも VTuber、ね、うん、好きではありませんっていう人もいるんですよ、うん、まあ、それはそれで、ね、その楽しみ方と合わないありますから、 Not for me みたいなコメントもさっきありましたけれども、あ、そうそうそう、コンテンツが本当に多様化してるからこそ好きなものを自分で見つけて、うん、それをその好きなように楽しんでいくっていう、そうですね、ことがすごくやりやすい時代かなとは思うんですよね、うんうん、そうなんですよ、はい、なんでまあまあね、そう、まあこの番組自体そうだからね、好き嫌いの話というか、はい、嫌いな話はあんまりしたくないんですよ僕、あんまりね、うん、なんで好きなものについて語ろうっていうのが 100% のテーマですから、ね、だからランキングもそうなんですよね、うん、みんなが好きなの何かなっていうのを統計を取って、あ、みんなこのものが好きな人が多いんだねっていう話を
したいなプラス、あ、じゃあ少数派の話もしたいってことで、いろんなコメントをいただいたりとか、はい、で、あの大多数のとはまた違うご意見を見ると、おおって新鮮な気分になったりとかね、うん、なるほどっていう、うん、驚きとかあったりとかね。そうそうそう、うん、いやいいですよ僕ね、これコメント来てますけど、まあね、水野亜美の声で下ネタでキャラを変えてきてますけど、僕はここで社員に話しましたけど、まあ、僕は、うん、あの、うん、最初はね、僕は高校生でしたから、はい、最初はと思ったけど、ちゃんと水野亜美ちゃんは好きですけど、久川綾さんも好きですから切り分けて、そういうことです、うん、考えましょうということで、そういうことですよ、うん、それができると楽しみ方の幅を増えますよね、うん、でも別にできなかったらできなかったで、じゃあこれはちょっとよし聞かなかったことにしておこうかなで、うん、封印しておけばそういいのかなという、そう、もうあの、うん、頭の中から久川さんっていう存在を消せばいいんですよ。そうですよ、亜美ちゃんだけ残せばいいんですよ。亜美ちゃんだけいればいいわけですから、うん、そう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 、はい、僕はどっちも好きなんで、うん、はい、っていうことです。多分ね、どうにか頑張ればいける、うん、そうはず、そうですよ、そう、いろんなね、そのなんかね、こう、うん、こうね、なんだろう、多様性じゃないですけど、はい、選択肢を作っとくのいいことかなって思いますけどね、うん、ですね。はい、バーチャルキャラペナやってっていう、バーチャルキャラペナ、バーチャルキャラペナとなるとまた設備とかね、うん、変わる感じになりますので、また機会があったら見しときましょう最後いいフォローが入りましたね、うん、何でしょう、別に生産性を求めて話聞いてるわけじゃないってそうです、はい、ここは、はい、うん、そう、特にこの時間、この真面目な話をする時間は、うん、僕が感想を言う時間ですからそこに生産性はありません私あと斉藤さんの話聞いて、勉強できてすごく、いや、奈良さんだけですよ、そんなこと言ってくれるのは。ここはね、生産性なんかないですよ僕はこう思ってますよっていう話をするだけです、うん、いいからね、うん、あともう一個なんか言おうと思ったら忘れちゃったよ、忘れちゃった斉藤さん、うまく締めようとしてない私このコメントも好きですね、はい、とりあえずみんな飯食って寝ようっていう、あ、 それもいいと思います。大事、寝るのもご飯食べるのも大事、生産性ないのなのかさんが斉藤さんを監視する時間です。なんだって、その通り、その通りでありますけどねさあ、ということで、はい、以上今週のスペシャルピックアップでした、うん、さてここで出演者からの告知をさせていただきます。まずは斉藤さん、お願いします、うん、夏休みになったらゲーム配信してるって言ってたんで、今週疲れが半端なくて何もしなかった、あ、でも、うん、あれ月曜日もゲーム配信したっけな、うん、したような気がする、この本やったような気がする、盾の勇者コラボ来たからやったわ、そうだ、盾の勇者コラボ来たからゲーム配信したと思います、うん、で、あと、なんと僕は和歌山からちゃんとショールームやりましたからね、頑張って今週もショールームしようと思ってます、うん、あとは、来週ぐらいになったら三国志かパワープロやろうかなと、今パワープロちょっとやりたいんですがね、お、野球またちょっとね、僕自分の中でパワープロ新しいの出たんですか。新しいの出たんですよ、前のシリーズもね、途中で配信やめてるときに新しいやつにまた手を出すというねいやそれはそれで楽しいじゃないですか、今度よろしくない感じで、うん、なんでちょっとパワープロか三国志かなんか来週からちょっとやろうかなと思ってます、はい、個人配信はね、うん、あとはあれだ、さっきちらっとコメントも来てましたけれども、毎週火曜日ね、うん、NHK でアニメステラという番組の構成作家で入っておりますが、来週と再来週はお休みです、特番週間ということでお休みになっておりますので、寂しいでございますけど、再来週からなんと2週にわたってラブライブスーパースター特集ということでございますので、楽しみにしていただければと思います。今週の聞き逃しまだ聞きますけど、ゲゲゲの鬼太郎特集ということで、なんと第1期から第6期までのオープニング、あのゲゲゲの鬼太郎ね、ゲゲってやつですね、全部連続で流すというですね、すごい、はい、うん、やりたいようにやらせていただきまして、うん、5分以上ですね、あの歌の違うバージョンがずっと流れ続けるというですね、すごいやつやってます、うん、これまだ聞き逃しで聞けますんで、うん、全部聞いたらね、だからほらよし、はい、僕は3期好きだからよし行くぞさんバージョン好きなんですけど、うん、泉谷しげるさんもあるしね、氷、うん、川きよしさんもあるし、うん、ザ50回転ズ言うかな、ね、そして最初のやつとかねありますんで、これ全部一気に聞いたらね楽しいと思いますんで、ぜひぜひね聞いてください。あと、もう今読めないんですけど、僕ね5期の時に、そう、さっきツイッターに4期って書いたのに、ね、東映の人に斉藤さん多分それ5期ですよってねこの間言われちゃったんですけど、5期の時にですね、はい、公式ホームページで猫娘の小説書かせてもらってました。すごい、忘れてましたけど、公式のお仕事が、はい、うん、なんかやってましたでただもう5期の公式ホームページはもうないので見れないんですけど、うん、ね、手元にねその小説があるかどうか探したんですけど、ない、僕の手元になぜかないんですけどなんと、あれやったことは間違いないです、東映の人が、お世話になりましたって言ってたんで、やったことはね僕の、ね、記憶の捏造ではないはずです、うん、はい、
僕4期だと思ったら、それ多分斉藤さん5期だと思いますってこれで言われちゃいましたけどね、はい、うん、あもうコメントで、あ5期だったんですかあれっていう、はい、うん、そうだったそうです、うん、はい、いや、それを忘れるとかよっぽどなだってありますけど、斉藤さんお忙しい方なんでね、いろんなか、ちょっと名前が出してないものも含めていっぱいあるよ、たくさんお仕事なさってる方なので、今回鬼太郎特集やるときに、うん、なんか鬼太郎やったぞと思ってで、うん、そうなんかいろいろ過去の資料とか、うん、メールのやり取りとか見たらあったんですよ、それが、うん、あそうだと思って、インターネットアーカイブ残ってないのかっていう、あどうなんだろう、そもそものホームページの URL とか分かればね探れますけど、あるのかな、調べてみますね、うん、テキストだと割と残ってますよ、画像だと引っ張れないことは、画像なの、あ画像、あの要はコピーされないようになってたの、なるほど、なんかね、あの画像なんかね、あのとなんかしかもフラッシュだよ、だからあフラッシュでページがめくれてくみたいなやつだったの、なるほど、じゃあそしたらちょっとアーカイブで見れるかどうか怪しいですね、若干頑張って書いたよ、うん、あのなんかね書いた猫娘の話だったのは間違いない、うーんそれは覚えてる、はい、はい、うん、ということでたくさんコメントいただいておりますね、はい、鬼太郎関係とかも含めて、はい、うん、はい、続いてはでは私なるみなのかな告知です、私もツイッターやっております、うん、今ですねちょっとお仕事が鬼のように来ててちょっと集中的にやってるんですけど、なんか忙しければ忙しいほどあれやりてえなこれやってえなっていうのがね増えてくるんですよね、ライブはライブも私結局分岐まだ全部終えてないので、まあ、ちょっと終えられるのがいつになるか分かんないんですけど、プラスで1個ちょっと短めの小説書きたいなと思って、1日お休みとって短編で書きたい、なるほど、先週聞こうと思って聞かなかったんだけど、1個だけ聞いていい、どれですか、うんと、はい、新山県シアン誰にした言えないレイです、あー分かります、女の子です、私、うん、女の子以外選べなくって、だからその、うん、分かってるんですよ、渡辺親子が出るあの方とかね、はい、分かってるんですよ、うん、だけどいつもやっぱりその最終の章に女性陣一人欲しいじゃないですか、だからレイしかいないんだよね、そうなんですよ、女子がね、そうなんですよ、最終的になので後の2人もいいんですけど、うん、どうしてもそのそこでセーブで止めといて、はいはいはい、みたいなことやっちゃいますね、今回ねサモがね、はい、声が水島さんなんでね、うん、サモやりたいですよ、僕も今ちょっと始めたんですよ、はい、僕も始めたんですけど結局レイにしましたですよね、そう、いやユンが大器晩成で強くなるのも知ってる、はいはい、でサモも今回水島さんだからすごい使いたい、はい、サモハン金峰のね、はい、声だから、はい、でどうしようと思って結局レイばっかり修行してレイにしました、私最終的にはもうそこ行っちゃうんで、うん、まあ、ゲーム的にもね、はい、レイの全体攻撃めっちゃ強いからね、うん、はい、ですね、分からない人はなんだかんだレベル上げれば強くなるじゃないですか、うん、ある程度の戦力になればなんとかなるんですよ、なる、あとあのなんならコーラの瓶取っちゃえばコーラの瓶アイテムとして使えばチートなんで、あと新体験結局ね、あの全員奥義は覚えるので、はい、そうですね、そうだから誰でもね、うん、いいんですけど、はい、そう奈良さんの時ね最後女子一人はいてほしいんでね、うん、そうなんですよ、はい、ついついね、わかります、うん、プレイヤブルの女キャラ少なすぎるんだよねあのゲームって、そう、あでも最近のゲームっていうよりもあの頃のゲームはむしろ男性多かったですよね、うん、だから FF6 とか珍しかったよねですね、うん、うん、だってなんならアークザラットとかあの四天王全員おじさんとか、そうだ、そういうゲームもあったりして、今だったら絶対誰かイケメンと美人混じるじゃないですか。でも、うん、この話するとさ、はい、まあ、さすがみんな突っ込んでこなかったから、はい、優しいなと思うけどさ、FF5 最終パーティーを全員主人公以外全員女だよっていう人絶対いるんだけど、まあまあまあ、まあ、それも珍しかったのよ当時は、うん、ですね、はい、あのファミコン時代ぐらいからかけてるとあの頃のなんか波がね、そう、うん、わかりますね、ありますね、うん、いやいい楽しいライブラブし、あの新しいやつ演出めっちゃいいし、はい、ライブ 2D いいって、ライブ 2D じゃないや、なんだっけ、うん、なんとか 2D いいですね、うん、めっちゃいいと思います、ライブ 2D はあのそのイラスト動かすやつですね、なんだっけ、なんとか 2D だよ、 HD 2D でしたっけ、ね、あれめっちゃいいっすね、うん、はい、うん、楽しくやってますよ、あ、まあ、私もあのその今コメントでもいただいた通り、うん、その男女比がどうのってよりその作品のテーマに合ってればいいのかなっていうのはありますね、うん、雰囲気とかね、うん、まあネタバレしないけど、うん、またねレイ選んだ時のねストーリーもね開けるんだよね、あ、そうですね、そうですね、う、うん、まあ、ネタバレしないんでねやろう、はい、よかったら皆さんやっていただければと思います、うん、はい、ということでですね、続いては番組からの告知をさせていただきます。すでにおなじみキャラペディア公式 LINE スタンプですが、計7種類のスタンプを販売中です。会話の最後に付け加えると一瞬だけ意味に感じる深そうで深くないメッセージスタンプ、そういうことだよ、うん、鬼のイケメン6兄弟をモチーフにいいね、ごめんなど一般的なやり取りに使いやすいスタンプ、
おにいねなど、おにがめなどが揃っております。画面の上にありますダルスよりライストアへとお入りいただき、ぜひご購入ください。またキャラペディアの公式ツイッターも注目です。こちらはキャラペディックナイトの公式ツイッターも兼ねており、キャラクターコラム、アニメランキング、ニュースなどをお届けしております。画面の上にリンクがございますので、皆様のフォローぜひお待ちしております。そしてキャラペディア公式スマホアプリもおかげさまで好評を送っております。イケメンイラストイケボマーサイのフルボイスアプリ夏恋ブラザーズ、アプリのダウンロードは無料となっております。ぜひダウンロードしてお楽しみください。なお夏恋ブラザーズの LINE スタンプも販売中です。こちらもぜひチェックしてくださいね。続いてはあのコーナーに参りましょう。今週の2、こちらは LINE スタンプ2番に関する大喜利コメントがなぜか増えてきてしまったので、出演者それぞれが今週の2という名の MVP を決め、それで終わりにしましょうというコーナーでございます。さあ斉藤さんの今週の2どうしますか。どうしようかな、俺よく見たら分裂してる、炎上しちゃうってきますよね。確か3人になってますね。最初からじゃないですか。でも分裂してるっていうより最初からですよ。最初からなんか三つ子かなぐらいの感じで見てました ね、うん、ねおめでとうございます。はい、はい、じゃあ私これにしましょうかね。2、成長するキャラクタービジネス市場チャンスですねっていうことで半沢さん的にはチャンスだけどね、2位は関係ないんじゃないですかね。半沢さん人気ありますからね。チャンスと思うならばぜひ乗っかってみればよろしいんじゃないですかね。いろんな各社にご迷惑をかけなければ、チャンスはね応援しますよ。ねえ、おめでとうございます。じゃあ私これにしようかな。はい、2、今日の話は難しかったなって言ってます。いやまあなんか、そんな難しいこと言わなかった。結論としては好きなように楽しめばいいんじゃねっていう感じで、みんなそれぞれ、という感じですかね。そう、あの本当そうですよ。あのなんかね、これはダメだとかっていう話してますと、それは本当に生産性ないからね。これ面白いも生産性そんなないけど、こんな楽しみ方があるよ、あんな楽しみ方があるよを知ると、あれ面白そうじゃんって一個でも思ってもらえればなんかね、プラスになる、生産性という意味はあるかもしれないけど、プラスになる可能性あるからね。僕もだから奈良さんに勧められて見たものとかいっぱいあるからね。特にまああの異世界ものとかだと毎回全然チェック、ほぼチェックしないから、奈良さんがこれ面白いですよとか、そのアニメ化される前から奈良さんが面白いって言ってたやつとか見て、結構見てくださってますね。それでお面白いとハマったやついっぱいありますから、それはね、生産性とかとは別の話で、プラスになるかプラスにならないかって言ったらプラスですからね、新しい出会いですからね、そうだからね、つまんないとかね、あれを見ない方がいいっていうのはねプラスにはならないけどね、物を進めるのはプラスになりますから。はい、あとはですね、これもう一個拾ってきましょう。マツコの知らない世界のアニメ聖地巡礼の世界見たって見ました。面白かった。いやあれはとてもいい編集というか、ゲストのセレクトも良かったですし、いろんな取り上げ方も良かったですし、なんかマツコさん最近のさ、知らない世界最近多いっすね。あのアニソンの世界もね、前から時々あったんですよ、なんかあのアニメのアニメ飯の世界とかあったんですよ ね、たまに。特に多いよね。だけど聖地巡礼はその中でも濃い方でしたね。今回のやつもさ、マツコさんがさ、やっぱさ、オタクが経済回してるのよって言ってやる、それが結構話題になってたけど、マツコさん本当にね、僕、その今のさっきの話もつながるけど、すごいなんかね、そういうアニメ文化とかに理解あってね、好きですね。前もね、ここでも何度もその話してるけど、マツコのね、あの夜のマッチ徘徊するやつでね、中野のアニソンバーに行った時に、ラブライブファンをいじるやつがあるんだけど、あれもすごい良かったな。なんかあんた何好きなのって言って、ラブライブのポスターがなんか見て、どれ好きなのって言って、でこの子ですって、分かる、あんたこの子好きそうだもん、この子こういう子でしょみたいな感じで言って、そういうの嫌がる人もいるかもしれないけど、そこでちゃんと盛り上げられるし、あとね、本当僕これいつも妹と言ってるんだけど、それやったと必ずマスコさんごめんねごめんねっつって、それがね本当ね偉いと思う。あのなんか それもなんかこの子好きなの、この子ってこういう子でしょみたいな話もなんかバカにしてるテンションじゃないんだよね、ああいうところね、マツコさんがすごいいいとこだなって僕は思ってますよ、あとコメントで、例えば何のアニメが取り上げられてました、ゆゆゆとかラキスタとかねあとラブライブとか、そういう有名どころ、聖地との関連がすごい有名どころとか、結構なんかボードでいろんなのが作品があって、スーパーカブーとかね最初食いついてましたね。今 TVer かなんかで見えますかね、1週間だけ。そうですね、見れます。気になる方はぜひそれでチェックしていただければと思います。
毒舌キャラはそうじゃないとダメ、毒まむしさんもそうだったらしいしね、あの、放送で、やってないとこでさ、あのね、ばば死ねよみたいなこと言ったりとさ、まあ、放送が終わった時に背中ポンポンと頑張れよって言ってたらしいからね、BPS はなかったね、あるわけだ、聖地なんかないよ、ネットだろネットの世界が聖地である意味、あとあのコメントでさすがにあれは持ち上げすぎてると思ったってありますけど、その取り上げてる町に関しては少なくとも嘘じゃない部分が、そうですよ、なんだろう、もちろん全部のアニメの舞台が聖地として成功してるかって言ってそうじゃないと思うんですけど、少なくともラキスタとかラブライブとか、あとそのそうですガルパンとかはもう少なくとも聖地として成功した3台ぐらいのとこありますよね、そうカメラ回ってないことで謝るボブサップ、謝りまくるボブサップとかいやもうここでもいいけどボブサップさんめちゃくちゃいい人、僕2回、3回ぐらいあったけど、あれですよ全然仕事じゃないよ、あの東日本大震災の時に千川の駅前でボブサップさん募金してたんですよ、めっちゃいい人だった、一緒に写真撮って、あとね猪木酒場に行った時も来て、写真撮ってくださいって言ったらね、はい、OKOK、I'm Beast ウェイってやって一緒に写真撮ってくれたし、超いい人だからね、はい、ということでそろそろお時間ですね、はい、斉藤さん本日いかがでしたか、まもなく終わりです、今日の結論はですね、毒舌キャラとかヒールの人ほどいい人っていうね、これが結論なんじゃないですかね、はい、僕も毒舌をここで吐いてるんでね、いい人ということにしといてください、終わります。あのなんだかんだそのテレビとかで出てる方とかって礼儀を大切にしてる方が長く残ってる印象ですね、そうですよ本当に、あの僕らほらキャスティングする側だったりするから、はい、僕もね、僕は割とその放送業界に入り方が違う入り方だけど、やっぱ AD から入る人多いんですよ、AD の時によくしてくれた人はね覚えてますから、そういう人と仕事したいなと思って AD になった人が、今度ディレクターとかプロデューサーになった時に、あの人に若い頃お世話になったのあの人と仕事しようっていう風になるわけですよ、マツコさんなんかもそういうのあると思うよすごく、あの若手の時にマツコさんにお世話になった人が、今マツコさんと仕事したいっていう人もたくさんいるんじゃない、はい、キャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト、皆様お楽しみいただきましたでしょうか、次週は21時から有料会員限定のキャラペディックナイトマニアックを、21時35分からはキャラペディックナイト本編をお届けいたします。来週のマニアックは男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、そして本編のテーマは最も好きな2000年代のアニソン女性ボーカルとなっております。また有料会員にご登録いただきますと、過去の CVS やマニアックも動画にてお楽しみいただくことが可能です、ぜひ今のうちに会員登録およびタイムシフト予約をお願いいたします、さて来週アニメ界にどんなニュースが走っているのか、そしてどんなランキングが発表されるのか、皆さんどうぞお楽しみに、それではまたお会いしましょう、さようなら。